出したことがある。あでもやっぱり意外に少ないね。でニュースレターっていうのは会社としてこう出すみたいな感じなんですよね。で川松さんがやってるのは個人通信っていうやつでしたね、うん、個人が出す、まあいいや、まあその後も待ってるんで じゃあよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ファイブスターパートナーズの鎌地と申します。はい、僕今ですね、やらせていただいているのは今茅野さんからお話がありましたようにニュースレターの、個人版、僕は勝手に個人通信って名の言ってるんですけれども、こういうバリバリアナログなんですけれども、なんとか通信とかなんとかニュースっていうものの、例えばニュースレターっていうのは会社として、売り込みではない情報提供をお客様に継続的に行うものなんですね。それを、まあ、社長個人もしくは営業マン個人で出しましょうと。なので一社から何通も、個人通信が、いや、いろんなところに何種類も出ることがあると。ただ営業マンは自分の担当のところにお送りしていたりで、まあ、僕のお客さんっていうのは社員数も10名以下、本当に小さいところは個人ご夫婦で、されているところがほとんどなんですけれども、そういうところでですね、私はこれの作成代行をやっております。どういうふうに作成代行をやっているかといいますと、毎月1回その社長もしくはまあ営業マンにですねインタビューをさせていただきまして、まあ、それは直接お会いしてインタビューすることもあれば電話でもしくはスカイプでインタビューさせていただくこともあるんですけれども、それで毎月大体30分ぐらい一度インタビューさせていただいて、2週間ぐらいでこれワードのデータにしてお渡しすると。あとはまあ郵送していただいてもいいですし、ファックスなりもしくは手持ちで配っていただいてもいいですよと。そういう仕事をさせていただいております。で業種はですね、バラバラです。本当にバラバラで、ですね、まあ、住宅とか、まあ、ガーデン、エクステリア関係はもちろんいらっしゃるんですけども、それ以外にお漬物の卸の方がいらっしゃったり、宝石のメーカーさん、アパレルメーカーさん、あとは、美容室のコンサルをされているような、まあ、コンサルタントの、作成代行をさせていただいたりすることもあります。最近ではガソリンスタンドの方からご依頼いただいたり、あとは地域は全国です。で一番遠くは対馬、長崎の対馬のビルメンテナンスをされている会社さんの個人通信も作らせていただいております。何時ぐらいまで大丈夫ですか？45分。あ、分かりました。はい、今日は、まあ、企業どういうふうにして企業、まあ、こういう事業に行き着いたかっていうところをちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、まず簡単に自己紹介、私は1980年生まれです。こう見えてだいたい30後半ぐらい見られるんですけど、今31です。で茨城県の取手市というところに生まれまして、父親が消防士公務員ですね。で母親は専業主婦です。僕は小さい頃からずっと野球しかやっていませんでした。本気で甲子園を目指してプロ野球選手になりたいと思っていました。なので、まあ、家も特別貧乏でもなければ特別お金持ちでもない普通の家庭なので、当時は全く起業家になりたいとかですね、起業したいなんてこれっぽっちも思っていませんでした。僕は公務員になろうと、消防士とかなんかも公務員になろうというふうに、思ってました。それで、大学まで出まして、大学の時実は公務員の勉強をしていたんですけれども、なぜかそこからですね、先ほど茅野さんから話がありました船井総研っていうですねコンサルの会社に入ることになりました。これは運よく船井総研に入ることができたんですけれども、
でそこで3年、丸3年死ぬほど働きまして、一番なんですかね、まあ、それが当たり前だと思ってたんですけども、最初に入った会社だったので、手取りは十何万なんですけども、めちゃくちゃ安いですよ。安いのに、あの休みは本当に正月とか、他はなんか土日に行くとみんないるんですよ、社員も。平日はみんなバラバラ、全国各地にコンサル出てるので、新卒の僕は毎日上司とかもみんな外出ちゃっていないんですけど、土日に行くとみんなに会えるんですよ。でどれぐらい働いてたかというとですね、僕は最初あるパチンコのチームに配属されまして、パチンコ一切やってない、やらないんですけど、でその時船井総研の中で2番目に稼いでた人に、まあ、運悪くあのそこの直系の部下というかですね、なりまして、どういうことが起きるかというとですね、朝は遅いんですよ、船井総研。9時半スタートです。で9時半からスタートして、夜の9時ぐらいになるとやっと自分の仕事が始められるというか、それまで上司からバン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 あれやれこれやれずっと言われてますから、で9時にスタートで自分の仕事を始めて、大体ですね、新人たちの話をどういう話してるかというと、今日終電までに帰れるかと、終電間に合うかどうかの話をするんです。でどういうことかというと、タクシーになった時にタクシー代とかも一切出ませんので、終電逃した時にみんなでタクシーに乗って帰ろうと、近くの寮なんですけど、それでじゃあ今日は何人でタクろうというようなことをやっていました。で本当に忙しかった時は、9時から仕事、夜の9時からやっと仕事ができるようになるんですけど、その頃先輩から電話がかかってくるんですよ、亀井さん今日打ち合わせをしたいからちょっと待ってて、夜9時なんですけど、打ち合わせちょっと待っててくれるかな、あ分かりましたと、あの何時頃帰ってこられますでしょう、一応終電があるので12時ぐらいに、まあ、12時までには帰るよと。でもそれ普通だと思ったんですよ、僕はその時は。だけどおかしいのは、12時に帰ってくるはずの人が帰ってこないんですよ、12時に。で帰ってくるの1時なんですよ、夜に。で待ってなきゃいけないんですよ。で夜に1時に帰ってこられて、上司が。で1時から打ち合わせです。1時から2時3時で打ち合わせをして、あやっと帰れると。で帰ろうと思ったら、お前ら早くやれよと、今打ち合わせで決まったことを。夜3時からで、4時5時まで仕事して、やっと終わると。で家すぐ始発で帰るんですよ。で駅一つ、まあ、大阪事務所でしたけれども、中津の駅から西な、重曹だ、重曹、まあ、ディープなところに寮があったんですけれども、で帰って着替え、シャワー浴びて着替えて、寝ちゃうと起きれないのですぐ会社戻って、で会社の椅子を3つぐらい並べて寝るんですよ。で朝礼の時に誰かに起こしてもらう、それそこからまたスタートする1日が。それも3年間やってました。でもそれが普通だと思ってました、手取り十何万でも。でいや そこに入れてよかったと思ってて、僕は自分の限界を知ることができたというここまでやると腸炎になるんだというのが腸炎にもなりました、働きすぎて。でこれまたいいことに、当時の大阪の事務所は目の前に大きい病院がありまして、お腹が痛いと、でも下しているわけですよね、もう汗もかくし、だけど仕事しなきゃいけない。で病院行ったら腸炎ですと。で薬出されたら会社戻るわけですよ。で薬飲みながら仕事して、僕の友人はどっかに穴が開いたんですよね、病気で働きすぎて。で入院です、目の前の病院。したらそこのメンバーが打ち合わせしに行ってましたからそこでも僕はそれが普通だと思ってた、なぜ初めての会社だったから。でまあ3年、丸3年やって、まあ、ちょっと上司と喧嘩してしまってですね、まあ尖ってた部分があったというか、あまりにも素直すぎて、まあ、ちょっと喧嘩してしまって、もうやめようと。で次に入ったのが、当時大阪でしかも東京の、100人ぐらいの社員教育会社に入ったんですね、僕は。でそこの、会社に入った理由が、まあ、3年ぐらいしてだんだん回る、船井総研3年終わる頃にだんだん世の中の状況というのが分かってきてみんなこんなに働いてないとこんな働いてないというか、もうちょっと何ですか、まともな働き方をして給料ももらってるっていうのが分かってきた、だんだん稼ぎたいと思って、その時初めて。
でその教育会社に入るときに転職活動でいろいろ見たんですけど、そしてそこは年に4回賞与出る、年に4回賞与出て、かつ、個人業績で評価しますよと。でやる内容っていうのは、講師の人と、企業さんの間に立つと、研修の仲介ですね。で先生たちは外部の有名どころの本を出しているような先生と提携をして、で僕は中小零細企業さんにお伺いして、まあ、そういうことであればこの先生でこういうカリキュラムで研修どうですかというような仲介の仕事だったんです。で僕は、まあ、船井総研にいたので中小の社長とお話しするのはすごい好きでしたし、あの慣れてたのでこれは稼げると。で自分がその後コンサルするわけじゃないんで、どんどん営業行けると思って入社して、入社した初日に、個人評価じゃないってことが分かるんですよ。入社して上司に、いや僕はこういう思いで入ったんですよ、個人評価だから稼げると思ったから入ったんです、いやうちの事業部はチーム評価だからと。その時にあれおかしいなと思ったんですけども、年4回の賞与の、2回目の時ですかね、入社して、まあ、3ヶ月働いて、まあ、チームでも仕方ないと、チームで頑張って数字上げればもらえると、まあまあ数字いったんですね、チームで。でいざ賞与を、ボーナスもらう段階で、その上司からちょっと呼ばれまして、別会議室に小さいですね。で、かまちゃんごめんと、実はうちの原資これしかないんだ、チームは8人ぐらいいて、原資が7万円だったかなんかしかないと。ちょっとこれ一人でもらうにも少なすぎるし、これをみんなで分けるかおかしいなと思って、その瞬間ああもうダメだと、自分でやった方が稼げると思ったんです。転職っていう方法もあったんですけれども、転職してまた同じような会社に行ってしまったらちょっと嫌だなと思って、もう独立